スズメガヤ族エリック・ロースタスは稲カの族の一つ。日本ではごく普通な雑草をいくつか含む。スズメガヤ族の植物は一年生、多年生の総本である。時に植物体に先天を持つ。1メートル程度の大きな草になるものからごく小さなものまである。花は塩水果樹につく。しばしばよく分子する。は左右から扁平な形で、その基部には 柄がある。同型で同質な小花を左右交互に複数つける。輪ペは瓦状に並ぶ。最下の一体は包み A で長さがそれぞれ異なるが、いずれもそれより上に並ぶ森 A より短い。森 A は中央で二つ折りになり、背面に竜骨があって三本の脈がある。また、棒も毛もない。内側にある内 A は森 A より短く。 二脈あるいは二本の竜骨がある。コボに同型の小鼻を複数並べる形のものは、稲荷の中では基本に近い形であり、類似したコボを持つものは数多い。その中で、家剰も類似したものとしては、長グ草属や牛の毛草属などがあり、それらも多くの雑草的な種を含む。そのうち長グ草属は森への背面に綿毛を持つ点で、牛の毛草属は 森へに流骨がない点で区別できる。世界の熱帯温帯にかけて約300種が分布する。日本には10種ばかりが知られるが、琉球列島に種が多い。帰化種もある。直接に実用的なものはあまりない。ただし、テフはエチオピアで主食とされている。日本では、シナだれスズメガヤが、路肩や造成地の斜面の土留めのためによく利用される。 風草や庭埃りは道路脇や庭によく生えるしつこい雑草としてよく知られる。初島 1975P670 ありがとうございます。